元気でやってますか？こそこそと会っていた彼と今もうまくやれていますか？何物とも通らないところ早けで食べて丸くなって僕はさらにモテなくなりました。無理に悲しいのにまだ恋しくて、のぼちゃまちゃまどうしようもない毎日に、ああ早く来い来いエンディング。よく行った古着屋も喧嘩したファミレスも多分二度と行けません。君を気に入っていた両親には何にも言ってません。まさか言えるわけありません。もしも別れたら思い出を区別れいいから、ずっと一緒にいて君が言ってたよね苦笑い。もうちゃまちゃま生涯最後の人だって角度決めて多分結構きついけど、もうちゃまちゃまあんやろっていつか今が、そうなのかも。